サリーマン YouTuber J の旅でございます。今日ね、月末報告をいただいたんですけども、まだ明日もあるんですけどもね、まあちょっと寒々しい数字でございました。ゼロではなかったんですけどもね、ただやっぱり、やれることをやらなかったんではないかなというふうに、まあご本人さんはね痛感していると思いますので、それについて追い打ちをかけるようなことはいたしません。まあヒントを申し上げるとすると2つあります。1つはですね、あの限定公開の YouTube に意味はないので、公開でも大丈夫なように動画を作る工夫をしていきましょう。じゃないとね、せっかく動画作る労力をそこに費やしているのに、再生数もチャンネル登録も上がらないんで、すでにもうね、その YouTube を撮るってことは創作力が試されてるわけなんですよ。今までの人生の総括で知恵を絞って全身全霊をかけてね、全知全能で一つの作品を作るように YouTube っていうのを公開できる形でこれからどんどんやっていってください。非公開を乱発するべきではないと思うんですよね。もちろんね、有料で売るものに関しましては非公開、限定公開っていうのが求められると思いますけども、今ね、はっきり言って公開したところで見る人ってあんまりいないと思うんで、まあでもね、万が一ってこともありますんで、一応隠すとこは隠すんですけども、まあ、けどね、やっぱりこう公開で行った方がいいですよ。本数増えないですからね。やっぱり目標値を持った方がいいかなと思いますね。チャンネル登録をいつまでに、どのぐらいいくのかとかね、再生数は当面はいつ頃までに一つの動画で何再生生かすように工夫していくのかとか、それから毎日動画の本数をどのぐらい上げていくのかってことですよね。だから稼げてる人がどのぐらいの作業量をしているのかってことと、じゃあ稼げてない人が稼げてない作業量でいいのかどうかってことですよね。まあ、これをちょっと申し上げたいかなというところでございますね。であとね、稼ぐ中身なんですけども、紹介を出さないことには稼げないんですよ。で、モッピーは紹介で300円でしょ。で、A8 ネットは500円でしょ。だから、なんかね、紹介が起きるような仕掛けを作っとかないといけないですよね。私のモッピーの紹介率ってかなり高いと思うんですけども、それは自分がやるたんびに紹介リンクを貼ってるからなんですよ。だから動画を見かけた方が、あ、これいいじゃんと。しかも動画でやり方書いてあるから、アカウント作ってもすぐ一件はできるなってことでやってくれるんですよね。そしてモッピーに関しましては、アンケートっていうのは必ず確定になりますんで、そちらの方でアンケートでね、1ポイント、2ポイント、10ポイントってやってもいいのかなと思います。もちろん時間との勝負がありますんで、ここはね、ちなみにモッピーのアンケートですけど、私の動画を見てればわかると思うんですけども、1ポイント、2ポイント、10ポイントみたいなものもやっていくとね、あ、これはその裏に1000ポイント、要するに Amazon のギフト券1000円っていうのが最大で10枚、要するに1万円隠れてるなとかね、そういうのに出会ったりするんですよ。で、私の場合はその他に Zoom 対談っていうのがありまして、そちらの方にご出演いただいたら3000円っていうのもね、あって、だからアンケートを1ポイントだから2ポイントだからっていうので、その目先のね、そのポイントに、まあ、なんていうんですかね、軽んじてですね、それをやらないってことになると、まあ、それもいいんですけどもね、時間効率の問題があるから、私の場合は片っ端からやってあげく、すごく美味しい案件にも数件出会えたなっていうところですね。それはもう動画の方を出してますんで、ここでね、何がどうだったかっていうのはちょっと思い出せないんで言いませんけども、まあ、そういうこともありますと。で、A8 ネットに関しましても、やっぱり紹介で確か500円分がつくんだったですよね。まあ、だからなんかその身近な人に教えて、セルフバックなりポイントサイトを教えてあげればいいと思うんですよね。特に私なんていうのは人に出会う瞬間がないんで、ネットしか作戦がないんですけども、ネットで出会うしかないんですけどもね。でも会社に勤めてたら、会社に勤めてる同僚の方とかいると思うんですよ。で、そういう方に、一番仲のいい方にポイントサイトとか教えてあげればいいんじゃないかなと思うんですよね。まあそういうふうなね、いわゆるポイントサイトを教えてあげれるような関係ができてるかどうかって問題もありますけども、さすがに毎日会社に通ってて、そういうふうなことをね切り出せる、まあ、友人っていうかね、職場仲間いると思うんで、どうかなと思いますよね。そういうふうにリアルで進めてポイント取っていくっていうことも、ネットがまだ育ってないうちは使った方がいいと思います。ちなみに私の速稼塾の第1回目はネットで集めたお客さんではなくてですね、それまで異業種交流会で名刺交換した方が第1期生として私の速稼塾のスタート
の生徒さんとして参加してくれました。それが50人ってことだったんですよ。以上でございますね。次も頑張ってください。もうまだ今日も終わってないですからね。もう1トライ2トライしていきましょう。私もまだまだ今日はね稼ぐつもりでやっております。大和くんもね、奥さんもいるんですけどもね、うん、まあそれはもうどう分かってもらうかですね。以上です。